1974年撮影の2枚を合成作成。馬島は福岡県北九州市小倉北区に属する。この2島間に山口県と福岡県の県境がある。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成6連島は山口県下関市の響き灘諸島に属する島である。 下関市の西約4キロメートルに位置し、彦島の北西約5キロメートルに浮かぶ溶岩大地の島。面積0.69平方キロメートル、周囲3.9キロメートル、最高地点の標高104メートル。2019年4月1日の住民基本台帳によると、人口は90人、世帯数は42世帯。六連島の隣約300メートルに、 福岡県北九州市小倉北区の馬島がある。馬島は六連島との対比より、江戸時代には別名、小六貫島と呼ばれた。この両島間の海峡が県境となる。六連島の地質は、第三基層及び火山活動によりその地層を貫いて中央に噴出した玄武岩からなる。溶岩大地で水はけが良く、気候も温暖なことから、 野菜の捕獲サバナのハウス栽培がなされている。縄文時代後、晩期、弥生時代前、中期、古墳時代に及ぶ遺物が、1955年、六連島南西部の乙次郎地区より発見されており、乙次郎遺跡と称される。日本初期の中愛期には、没、豊島として登場し、平安中期の農園歌枕には、坊鶴農島と表記されている。 1872年1月にイギリス帝国の技術を導入した高さ約11メートルの洋式石像の六連島灯台が建設され7月に西国行行中の明治天皇が視察している戦前には下関要洋地帯の一角として砲台が築かれ第二次世界大戦中には校舎砲部隊も駐留していた島の最高所には2009年まで 海上自衛隊六連警備所が置かれていた。六連警備所の先に、前述の六連島灯台がある。漁港脇には、大東タンクターミナル株式会社六連輸送所があり、大小合計19機の石油タンクが設置される。六連島の名の言われには次の三つがある。周囲に、馬島、金崎島、片島、和合領島など。 大小六つの島が連なっているためという説。六人の入植者がこの島の土地を分けるために縄で島を六等分したという説。韓国語のモパールが点火したという説。このほか、日本初期にあるボツリを六連の字に改めたことが考えられる。また、島の形がカニの甲に似ることからカニ島とも呼ばれた。六連島は、 瓶詰めウニの発祥の地として知られる。農業、特に草花のハウス栽培が盛んであり、柿運搬船で、下関市や北九州市の市場に出荷されている。下関市、竹崎町の竹崎山橋より、下関市 A 都線にて1日4往復、定期連絡船が運行されている。所要時間、約20分。現在、運賃は大人370円。 子供190円、ありがとうございます。